ため息曇りガラスのような現実拭ってやったらしい私になれるかなって後悔したくない何って飛んだり滑ったりですけど、あれ君は段ボールをソリに見立てて滑ったことないですか？俺もないわ。僕もだね。白銀の上を滑るのは得意だけど芝生の上を滑ったことはないよ。時代が変わってしまったんでしょうか。悲しいですね。俺はやったことありますよ。まあよく雪が降るんで雪の上の方が断然多かったですけど。まあものは試しです。みんなで一緒にやってみましょう。さあ飛びましょう。ここからここです。大丈夫ですよ。ちゃんとマット敷いてますから怪我はしません。君は度胸試しもしたことがないんですか？楽しいのに。これはなかなかスリリングだね。雪の上では味わえないよ。俺が手本見せてやるから。あ、
簡単だろう。音坂も教授もあれがそやから、嫌やったら嫌って言うたらええねんで。別に誰も強制しようなんか思っとらん。全部それぞれの行為から来とるんや。もしお前から言いにくいんやったら、そうか。ねえ、君って外部生？見たことないから、きっとそうだね。それにしても美人だな。どうしたの？やっぱりね、君みたいな美人、一度見たら忘れるはずないもん。僕はコータ、森清コータって言うんだ。この学校には付属の頃からいる内部生だから、わからないことがあったら何でも聞いてよ。そうだ、せっかくだから僕と一緒にオリエンテーリングしてくれない？そんなの最初だけだよ。すぐに自由行動になって各自で校内を探索、あとはお友達同士で勝手にお茶でもどうぞって。僕付属の時にも何度か大学棟に侵入したことあるから結構詳しいよね。きちんと案内するから。やったー、思い切って声かけて正解だったよ。
あとは少し離れたところに教会があるんだけど、行ってみる？そんなに遠くはないかな。ここからだと5分くらい。まあ、教会って言ってもこの学校がミッション系ってだけで、一般学生にはあまり関係のない場所だし。そうそう、そこの神父様がここの学長さんなんだよ。いつもは教会で仕事をしてるらしいけど、そのうちイベントごとがあれば挨拶に顔出すんじゃないかな。この中庭は常時開放されてるから、みんなお弁当を食べたり勉強したりするのに使ってるみたいだよ。へえ。ううん、なんでもない。ただ君ってすごく魅力的な人だなって再確認しただけ。3S のメンバー、あそこだけは僕でも情報を持ってないんだ。何が目的で結成されたのか、何をやっているのか全くわからない。メンバーはあの3人、みんなかっこいいでしょ。だから女子からはすっごく人気があるんだよ。危ないよ。そんなことしてると転んじゃうって。怪我したらどうするの？そんなことしなくても、学生なんだからそのうち見れるよ。やっぱり君もかっこいい男には興味あるの？興味あるなら 3S に入部志願してみればいいんじゃない？結構難関らしいけど。なんでもテストがあるらしいよ。どんなテストかは知らないけど、今まで入部志願した子は男女問わずにみんな落ちたらしいよ。まあ男女問わずって言ってもほとんど女の子だったみたいだけど、その割にあそこの顧問やってる教授は女の子が欲しいとかずっとつぶやいてるらしいんだよ。女好きでその上好みにうるさいってもっぱらの噂だから、一部ではあのサークルに入ることがステータスになってるんだ。急にニヤニヤしてどうしたの？うん、知ってるけど、まさかテストを受けに行くつもり？今からって案内はどうするの？はあ、仕方ないな。でもってことは連絡先教えてくれるよね？じゃあ 3S の部室まで連れてってあげる。あそこの教授相当の変人らしいから、もしものことがあったら大変でしょ。さあ、噂によれば町内のもち米を買い漁って餅つきして、それを町内に配り歩いたり、夏休み中ずっと大学に泊まり込んでひまわりの観察してたり。やっぱりやめとく？はーい。どうぞ、こっちです。ここです、ここ。
やあ、こんにちは。はい、僕が凪修介教授です。修ちゃんって呼んでくれていいですよ。それで僕に用事とは？ああ、入部希望ですか。朝から多くの方が来られたんですが、残念なことに今年は一人も合格者が出てないんですよ。ああ、すみませんが、そこの室温計を取ってもらえますか。21度ですか。昨日は19度でしたから。うん。今度はもう少し高い状態でやってみましょうか。そういえば、君の名前聞いてませんでしたね。いい名前です。では早速ですが、手貸していただけませんか？もう少しです。頑張ってください。5時間ですか。結局何も起こりませんでしたね。それにしても肩が凝りますね。なるほど。まさかそんなことが。いや、これも現実か。信じられませんね。でも近くで見れば見るほど理解せざるを得ません。君、入部希望でしたよね。そこの装置通ってみてください。試験です。通っていただいた際に音が鳴れば合格です。それだけです。いやー、今年初の合格者ですよ。これで君も 3S のメンバーです。よかったよかった。正真正銘合格です。僕の研究の賜物とでも言っておきましょうか。素晴らしい装置なんです。
詳しく説明すると1日以上かかってしまいますが、簡単に言ってしまえば君の全てです。そういえばお腹が減りましたね。よく考えれば朝から何も食べていません。君は朝食べてきました？そうですか。何を食べたんですか？なるほど。バナナは栄養ありますしね。いつもお世話になってます。焼き味定食を2人前お願いします。はい、20分後で。僕、ここの焼き味定食大好きなんですよ。もちろん君の分ですよ。僕だけ食べるのは悪いでしょ。バナナ1本じゃお腹すいちゃいますよ。アジ嫌いなんですか？それはよかった。ここの干物は焼き加減が絶品なんです。食後のコーヒー入れますね。コーヒー嫌いですか？余っているからですな。ああ、これは実験用のものでした。どちらも白色ですから、区別がつきにくいですね。そうだ、サークルですけど、また明日来ていただけますか？ちょうど明日はみんなで集まる日なんです。活動は不定期ですので、活動内容が決まりましたらメールでお知らせします。もちろん活動がない時でも部室は使ってもらって構いません。みんな忙しい子たちであまり顔は出せないですけど、いい子たちばかりですので仲良くしてやってくださいね。何か？ん？
なるほど、こいつが。いや、聞いてないけど事情は分かった。そこの椅子に座って待っててくれ。ボンジュール。ああ、今日も僕は罪もない子猫ちゃんたちを惑わせてしまった。僕はなんて罪深き男なんだ。この僕の愛を世界中の女の子に与えることができるなら、それはどんなに幸せなことなんだろうか。おはよう、乙坂君。今日もバッチリ髪が決まっているね。野生的な瞳が最高にキュートだよ。ああ、ありがとう。やあ、鷺森君。今日もクールさが冴え渡っているね。ねえ、みんな聞いてくれないかい。僕、昨日串カツというものを生まれて初めて食べたんだ。この世のものとは思えないほどの美味だったね。ああ、僕は不幸すぎる。なぜ今まで串カツという存在に出会うことができなかったんだ。そういえば、聞いた話によると、関西では一度口をつけた串カツには二度とタレを塗ってはいけないという厳しいルールがあるらしいよ。君たちは知っていたかい？ん？君は？失礼。まさか見目麗しい女性がこんなところにいたとは。今まで気づかなかったなんて、僕の人生最大の失態だ。どうか悲しまないでおくれ。ああ、僕としたことが立て続けに過ちを犯してしまうとは。あなたと出会えると分かっていたら、今日一番の花を用意しておいたのに。はじめまして。僕は一条院誉と言います。お嬢さん、今日はどのようなご用件で？みんなもう揃ってますね。教授も相変わらずのサイエンティストぶりですね。これをどうぞ。ありがとう。うん、君もちゃんと来ているようですね。彼女は教授のお知り合いですか？昨日知り合いました。そして今日からみんなと同じくこの同好会の会員になります。 3S の。ではみんなに紹介しますね。それで彼はマレちゃんです。彼がタッちゃん。乙坂達夫だ。彼はイッチーです。みんな仲良くしてあげてくださいね。
それにしても、君って見れば見るほど美人ですね。みんな、すぐに手を出しちゃいけませんよ。それとも、君が誘惑する気だったりして。まあ、サークルの規律は乱さないようにしてもらわないといけませんが、恋愛は自由ですから。では、これで今日のサークル活動は解散です。今日は何も活動しないんですか？活動なら、もうしましたでしょ。それは教授が急遽決めたことでしょ。俺らその前から今日集合って連絡もらっとったんですけど。だから、これがその活動内容です。ん？次回の活動は来週月曜日の午後3時からですので、ちゃんと来てくださいね。君は来られますか？たっちゃんは大丈夫ですか？くそ、空いてる。イッチーは？俺も大丈夫みたいやな。教授、僕は。マレちゃんは大丈夫だよね。では、よろしくお願いしますね。ねえ、君。悪いけど、僕を落とそうなんてバカなことは考えないでくれないかい？教授はああ見えて勘が鋭いんだよ。案外、図星だったりしてね。そう、それなら安心した。せいぜいサークルを辞めるまで、その言葉を忘れないでほしいね。ほな、これで終わりやったら俺も帰るわ。ああ、お疲れ。何？ああ、よろしくな。すみません。このプリント、あなたが落とされたものではありませんか？いえ、すぐに気づけてよかったです。では。私はこれで。
どうかなさいましたか？凪宗也です。ここの学長をしています。いえ、普段はあまり人前に出ないものですから。よくご存知ですね。よろしければいつでもいらしてくださいね。面白い学生さんですね。凪修介のことですか？私の兄です。もしかして兄の講義を？そうですか、あのサークルの。兄があなたにご迷惑をかけてないといいのですが。それは安心しました。ではすみませんが、これから予定がありますので。いえ、楽しい時間を過ごすことができました。今度は教会でお待ちしています。では。なんで君と一緒に入らないといけないんだい？当たり前だろ。僕だってできればそうしてるよ。いつもはね。でも今日は用事があるんだ。別にいいだろう。僕にだっていろいろあるんだ。気のせいさ。僕の肩だって濡れてるんだよ。君と僕とでは体積が違うんだ。傘の占有率が違うのだって当たり前だろ。はあ？何を言ってるんだ君は。水も滴るか。しかしせっかくセットしてきた髪が崩れてしまうのは。なっ！君こそ何するんだ。おかげで僕の美しい髪が濡れてしまったじゃないか。そういう問題じゃないんだよ。僕は常に美貌を保っておかなきゃいけないのさ。僕は女の子には優しいよ。ただし君以外だけどね。
それなら君が走っていけばいいじゃないか。それなら僕だって同じさ。え？何するんだよ。うわっやったな。お返しさ。いいよ、望むところさ。それでは彼女の阿波踊りデビューと成功を祝しまして乾杯。乾杯。やっぱり阿波踊りの後のワインは最高だね。そんな洒落たもん飲んどるのお前だけや。マレちゃんはおしゃれさんですからね。居酒屋に来た時の一杯目といえばビールが当然だよな。な、それじゃあ僕が非常識みたいじゃないか。一乗員に常識なんてあったんか。詐欺森くんまで。君たちはワインの偉大さを知らないんだ。今度僕のワインセラーに連れて行ってワインの歴史について語ってあげるよ。別にワインの歴史になんか興味あらへんし。うまければそれでいいんじゃないか。君たち、それはワインへの冒涜というものだよ。僕は興味ありますね。ぜひとも連れて行ってください。教授。どうだろうな、いつもとあまり変わらないようにも見えるけど。あいついっつもやったらテンション高いからな。それよか注文何にする。俺はこのナスとチーズの挟み揚げやな。焼き鳥の盛り合わせでも頼んどけばみんなで食べられるだろ。お前は？ふん、あとは適当に頼んどきゃいいだろう。教授たちはあの戯れが終わってから頼めばいいし。そうやな。すんません、注文いいですか。焼き鳥の盛り合わせ2つにナスとチーズの挟み揚げ1つ、あとは焼きおにぎり1つ。以上で。あれ、行ってへんかったっけ。なあ、すまん、悪かったな。せやけど今から1個だけ注文すんのも面倒やし、とりあえず焼きおにぎりとかでも食っといてや。なんか不都合でもあるん。せやったらええやん。
ここの焼きおにぎりはいい米と醤油使ってるから絶品だ。一度は食べておいた方がいいぞ。ユリカさん、僕は君が好きだ。僕はこの身に変えても君を守る。僕は君を愛してるんだ。何見てるんだよ。待てよ。ちょっと練習付き合ってくれよ。だから練習付き合ってくれよ。悪いな、そこにいるだけでいいから。うん、告白のシーンでどうしても照れるから監督に怒られてて。一人の時はうまくいくんだけどさ、女優さんを目の前にすると。じゃあ行くぞ。僕はこの身に変えても君を守る。愛してる。僕は君を愛してるんだ。ダメだ、やっぱり照れる。
我慢するのでいっぱいいっぱいなんだよ。こんなんじゃ演技って言えない。もう一回だ。まったく、こんなとこで無防備に寝よって。起きたんか。ああ。別に。そんな状態で部活に来られたら。メンバーに迷惑やろ。ちゃんとそういうところ考えろよな。別にええんやけどな。とりあえず無理せんと帰れよ。
何度お前のせいで迷惑を被っていると思ってるんだ。これ以上何か起こせば、お前のくだらないサークルを廃部にしてやるからな。誰だ？貴様。少し優しくしたらつけ上がる生き物だな、女というのは。少し使えると思って野放しにしておけば立ち聞きか。趣味がいいな。もう遊戯の時間は終わりだ。聞こえなかったのか？遊戯の時間は終わったと言ったんだ。お前の次にすべき行動は何だ？ここまで頭が悪いとはな。一度だけしか言わない。よく聞け。早く俺の前から消え失せろ。ですか？あ、ありがとう。それじゃ。はい、それじゃあ頑張ってください。あれ？おい、どうした？なんか追加で取ってくるものはあったのか？あれ、タオルと傘持ってきてくれたのか？傘はちょっと遅かったな。そのタオルもらうよ。これは、もしかしてさっきの見てたのか？そのタオルもらう。
いいからくれって。話さない。俺に持ってきてくれたんだろう。ありがとう。星空の下